美しいスイスの村マイエンフェルトからアルプスに向かって一本の細い道が続いていました。その道をデーテおばさんに手を引かれてハイジが登っていったのは6月の暑い日でした。ハイジはお父さんもお母さんも早く亡くなったのでデーテおばさんに5歳まで育てられました。そのおばさんがフランクフルトへ働きに出るのでハイジはアルムおじいさんに預けられたのです。アルムおじいさんは亡くなったハイジのお父さんのお父さんでアルムの山に一人で住んでいる変わり者でした。ここがヤギの小屋ね。わー、大きなモミの木。風が吹いてあんなに揺れてる。それから屋根裏の周り窓、素敵。山も谷も空も見えるわ。干し草のいい匂い。おじいちゃん、私ここで寝てもいい？いいとも、ハイジ。大きな袋のシーツで寝床を作ろう。ハイジはその夜、モミの木の風の音を聞きながらぐっすり眠りました。次の朝はヤギ飼いの少年ペーターの口笛で目が覚めました。おはよう、ペーターとヤギさんたち。やあ、ハイジ。おじいさん、おはよう。今日からうちのヤギに特別おいしい草やってくれよ。上等の乳をハイジに飲ませるんだからな。さあ、弁当だ。ハイジを頼んだぞ、大将。わかったよ。行こうぜ、ハイジ。それからの毎日というもの、ハイジはとても幸せでした。美しいアルムの花や小鳥と仲良しになれたのです。朝はヤギの群れと一緒に出かけ、夕日がアルプスの山々をバラ色に染める頃、ヤギと一緒に帰ってくるのでした。いつか冬になりました。ペーターは雪が降ってヤギの仕事ができない間だけ学校へ通います。そのペーターのおばあさんがハイジにとても会いたがっているというので、おじいさんに連れて行ってもらいました。ペーターのおばあさん、こんにちは。おや、あんたがハイジかい。まあまあ、よく一人で来れたね。ううん、おじいちゃんがソリに乗せてきてくれたの。へえ、あのへそ曲がりじいさんが山を降りてきたって、とても信じられない。ところでハイジはどんな顔してるかな。声が優しいからきっといい子だろうね。おばあさん、目が見えないの？おじいちゃんに直してもらうといいわ。だってね、おじいちゃんは私の椅子でも何でも作ったり直したりできるのよ。ありがとう。だがね、この目は死ぬまで治らないのさ。せめてペーターがお祈りの本でも読んでくれると嬉しいんだけどね。あの子は勉強が嫌いだし。でもペーターのおばあさんにとってこの年の冬ほど楽しい冬はありませんでした。毎日ハイジが来て相手をしてくれたからです。ところが次の年の春、突然デーテおばさんがやってきて嫌がるハイジをフランクフルトへ連れ出してしまいました。フランクフルトのお屋敷には病気で歩けないクララというお嬢さんがいました。お母さんが亡くなり、お父さんのゼーゼマンさんも仕事であまり家にいません。ですから車椅子のクララは
家政婦のロッテンマイヤーに居つけてしたいように暮らしていました私がロッテンマイヤーです。あなたのお名前は？ハイジよ。そういうのじゃなくて教会でつけていただいた名前があるでしょ。ないわ、教会なんて行かないもの。何ですかその答え方は。あなたのお母さんが名乗っていたアーデルハイトという名前を使います。いいですね。私ハイジよ。いいえ、アーデルハイト。こちらがクララお嬢様です。こんにちはクララ。悪いけど私帰らなくちゃ。あら、ダメよ。あなたは私と一緒に勉強したり遊んだりするためにここへ来たのよ。帰らないで、お願いハイジ。じゃあ少しだけいることにする。ハイジはペーターのおばあさんがいつも固い黒パンを食べているのがかわいそうでした。それでお土産に白いパンを買ってすぐ帰るつもりでしたが、クララが寂しがるのでしばらくいることにしました。ハイジが来てからすっかり調子の狂ったロッテンマイヤーは朝から晩まで怒りっぱなし。アーデルハイト、お食事の時はもっと礼儀正しくしなさい。アーデルハイト、ジュータに陰気をこぼしたのはあなたでしょ。ああ、ねねねね、猫なんか持ってきて。セバスチャン、早く捨ててきて。アーデルハイト、アーデルハイト。ロッテンマイヤーはクララの勉強相手に同じ年頃の子を望んでいましたが、ハイジは4歳も年下で教会へも学校へも行っていなかったので気に入りません。でもクララや下男のセバスチャンがハイジをかばってくれました。何日かしてクララのおばあさまがやってきました。上品で優しそうな人でした。ねえハイジ、お勉強は好き？どれくらい習いましたか？ちっとも習いません。ペーターも言ってたわ、本なんかどんなにしても読めないって。字は覚えなくてもいいの。それはいけません。本を読むというのは大切なことよ。字を覚えて本を読めばハイジの知らないことがたくさん分かってきます。それから神様にお祈りをしていますか？幸せな時は神様にお礼を言うのです。悲しい時は神様にお話しなさい。お祈りを忘れると神様もハイジのことを忘れておしまいになるのよ。その頃ハイジはアルムの山へ帰りたくて、いつもおじいさんやペーターのおばあさんを思い出していました。モミの木やアルプスの夕日を思うと涙が止まらないのです。食事も喉を通らなくなり、とうとう無遊病にかかってしまいました。心配になったゼーゼマンさんはお医者様の勧めでハイジを山へ返すことにしました。でもクララは寂しくなるので大反対です。そんなクララにゼーゼマンさんは来年になったらハイジのところへ連れて行く約束をするのでした。ハイジも飛び上がって喜びました。山へ？アルムへ帰れるんですか？嬉しい嬉しい、ゼゼマンさんありがとう。ハイジは懐かしいアルムの山へ帰ってきました。途中ペーターのおばあさんの家に寄っておばあさんに白いパンをどっさり渡すと、また山を登っていきました。おじいさんはいつものようにパイプをくわえて小屋の前のベンチに腰掛けていました。おじいちゃん、おじいちゃん、ハイジ戻ってきたか。おじいちゃん、およしよし。これゼーゼマンさんからの手紙よ。うん、おやおや、こんなにたくさんのお金も入っとる。このお金でペーターのおばあさんに白いパンを買ってあげたいわ。ねえおじいちゃん、私字が読めるのよ。それからお祈りもするの。ハイジが戻ってきて一番変わったのはおじいさんでした。
教会へ行くようになったばかりか、あれほど人間嫌いだったおじいさんが、冬の間は村へ降りてみんなと仲良く暮らすようになったのです。ハイジも学校へ通い、ペーターのおばあさんにはお祈りの本を毎日読んであげました。秋にはクララのお医者様が遊びに来ました。その次の年の6月、アルプス最高の季節にクララとおばあ様がやってきました。おじいちゃん、ほら来たわ、あそこよ。やーほー、いらっしゃい、クララ。ハイジ、会いたかったわ。おばあ様もようこそアルムへ。今度はわしがお嬢様の面倒を見させていただきます。何もありませんが、ささ、お食事をどうぞ。お世話になります。ハイジやお医者様から聞いてはいましたが、なんて美しいところでしょう。それに山や谷を眺めながらのお食事は素晴らしいわ。空気もおいしいこと。もうクララは二切れもチーズをいただいて。だっておいしいんですもん。その日からハイジはクララの車椅子をしていつも一緒に遊びました。おじいさんもクララの体が丈夫になるようにと一生懸命世話をしました。面白くないのはペーターです。チェチェチェ、クララ、クララ、ハイジったらクララとばっかり遊んでやがる。こんな車椅子なんかなくなればいいんだよ。崖の上から落としてやる。車椅子は谷底へ落ちていきました。みんなはどうして車椅子がなくなったのか分かりません。おじいさんはクララを抱いて登り、山の上に毛布を敷いてクララを座らせました。クララ、向こうの方に木星や釣り金草が咲いてるの。そりゃいい香りなんだから、ねえ、一緒に行きましょうよ。おぶってあげるわ。ダメよハイジ、あなたは私より小さいんですもの。あ、歩けたらいいのに。そうだ、ペーター、ちょっと来て。なんだよ。二人でクララを立たせるのよ。クララ、しっかり捕まって。ほら、ペーターもフラフラしないで。大丈夫かしら。よい。ほら頑張って、足に力を入れるのよ。慣れればだんだん痛くなくなるから。いい。そうそう、ほら、一歩二歩。できた、できた、ハイジ。こんなに私歩けたわ。クララ、よかったわ。これからは好きなところへ歩いていけるのよ。素晴らしいわ。ハイジは自分のことのように喜びました。もちろんおじいさんも大喜びです。こうして1週間が過ぎ、おばあさまがふもとの村から馬に揺られてやってきました。小屋に近づいてきて、おばあさまはハッとしました。クララが立ち上がって手を振っているではありませんか。クララ、一人で立てるのね。ほら、歩けるのよ。まあ、ハイジやおじいさんになんてお礼を言えばいいのか、本当に。なに、みんな神様のお恵みとアルプスのおかげですよ。やがてお父さんのゼーゼマンさんがやってきました。いきなり行ってクララたちをびっくりさせるつもりでした。が、びっくりしたのはゼーゼマンさんです。言葉にならないほど驚きました。ゼーゼマンさんは何度もお礼を述べて、その気持ちの代わりにハイジやおじいさんやペーターにも、ペーターのおばあさんにもいっぱい贈り物をしてくれるのでした。楽しかったアルプスの夏は終わり、クララが帰ることになりました。クララ、
きっと来年も来てね。今度は毎日二人で花のたくさん咲いてるところへ登りましょうね。きっと来るわ。ペーターにもよろしくね。さよなら。さよなら。さよなら。クララ、ハイジは山の端の崖の縁まで行って見送り、クララの姿が小さくなるまで手を振り続けました。